この番組はソニーコンピュータエンタテインメントジャパンスタジオレベル5でお送りします。この映像はとあるクエストの実際の映像ですが、特別にスカーダインとミュー様がアバターとして登場しています。実際のゲーム内容とは多少異なりますのでご了承ください。ライユの救出作戦後編。いよいよだな。準備はいいか？はい、行くぞ。あれはジェネラルギガース。奴からこいつらを引き離せ。ジェネラルギガース。ここ最近確認された新型ギガース。鳥形態の時はあまり動かないが、強力な魔法を使って攻撃してくる。非常に守りが固く、あるタイミングで攻撃をすることで大ダメージを与えることができるというが。敵兵のアドベント、ウィザード兵の中にはギガースにアドベントする者がいる。雑魚兵士と油断していると手痛い反撃を食らうことがあるぞ。スカーダインの変身。アバターはアークナイトの資格を得ることで騎士に変身することができる。騎士は範囲攻撃やターンブレイクを持っている強力な戦闘兵器。使いどころを見極めて戦いの流れをつかみ取れ。本編ではスカーダインとミューはアークナイトに変身することはない。今回だけのサービスカットだ。変身。フォートレスガードは騎士の周りに強力なシールドを発生させ、範囲内の仲間を守る技。範囲内にいる仲間のダメージは全てアークナイトが吸収することができる。
奴の弱点は目だ。チャージ中を狙うんだ。はい。さすがです、リン様。今だ、足を狙え。私の騎士の力、見せてあげます。変身。行きます。ターンブレイク。ターンブレイクは行動ゲージが溜まっていなくとも繰り出すことができるアークナイト必殺の一撃。敵のチャージを潰しブレイクチャンスを引き起こすことができる。使用するタイミングを見極め戦局を一気にひっくり返せ。お、一気に滑るぞ。やりましたな、リン様。頑張りました。いかがでしたか。今回は皆さんにオンラインの雰囲気を伝えるため特別にクエストを遊んでみました。ネットワークにつなぐことで全国の冒険者たちとこうした冒険が楽しめます。装備品やクエストなど配信コンテンツも続々追加されていきますので、ぜひオンラインでも白騎士物語の世界を楽しんでみてください。今回の物語はここで終わりだが、君のアバターの冒険はこれからだ。